ナンバーアンダーラインアイの衝撃的な選択、アディダスとの契約関係が明らかに衝撃告白。ナンバーアンダーラインアイがアディダスの製品を選んだ理由とは ?5 月27日に公開されたナンバーアンダーラインアイの最新ミュージックビデオ、MV は多くのファンに驚きと喜びをもたらしました。この MV で特に注目されたのは、メンバー全員が揃ってアディダスの同じ衣装を着ているシーンです。 ガン・ユータ、平野翔神宮寺勇太ユータの3人が、同じアディダスのジャケット、パンツ、そしてシューズを身にまとい、まるで一体となったかのように登場したのです。この統一感は、彼らの団結力を視覚的に強調し、視聴者に強いインパクトを与えました。なぜ彼らがこのような選択をしたのか、背後にはどのような物語があるのか、多くのファンが疑問を抱いています。 この MV で彼らが着用していたのは、アディダスのフェイクレザーアーディカラーサンストライプルーズファイヤーバードトラックスーツジャケットとパンツ、そしてアディダススケートボーディングスーパースターアドバンスシューズです。まず、キシユタが着ていたジャケットについて詳しく見てみましょう。このジャケットは、高級感と耐久性のあるフェイクレザーを使用し、ベージュのニュートラルカラーがどんなスタイルにも合わせやすい特徴を持っています。 クラシックなファイヤーバードデザインとルーズフィットの形状がスポーティーでありながらスタイリッシュな印象を与えます。両袖にあしらわれたアディダスのスリーストライプスがブランドのアイデンティティを強調し視覚的なアクセントとなっています。またダブルストライプの襟、フロントのジッパー開閉、カンガルーポケットといったディテールもこのジャケットのユニークさを際立たせています。 このアディダスフェイクレザーアディカラー3ストライプルーズファイヤーバードトラックスーツジャケットは価格が約21,180円から最新の情報に基づき現在は約26,300円となっています次に平野翔が着用していたパンツについてですアディダスフェイクレザーアディカラー3ストライプルーズファイヤーバードトラックスーツパンツはフェイクレザーを使用した上品なデザインが特徴ですベージュのカラーは 他のアイテムとコーディネートしやすく、シンプルながらもエレガントな印象を与えます。パンツのサイドにあるスリーストライプスが、スポーティーなスタイルを強調し、視覚的なハイライトとなっています。このパンツは、ジムやヨガなどのスポーツ活動だけでなく、快適な街歩きにも適しています。快適さと柔軟性を追求したデザインであり、様々なシーンで活躍することができます。 このアディダススケートボーディングスーパースターアドバンスシューズの価格は約14,300円となっています。最後に、神宮寺優太が履いていたアディダススケートボーディングスーパースターアドバンスシューズについてです。このシューズは長年にわたり愛され続けているクラシックなスニーカーであり、耐久性とスタイリッシュなデザインが魅力です。白いレザーと黒のディテールのコントラストが美しいこのシューズは、 長時間の着用でも快適さを保つ設計になっています。特徴的なスリーストライプスとブランドロゴ入りのカップソールがシューズに一層の魅力を加えています。今回の MV で3人が同じアディダスの衣装を着ている姿は単なるファッションの選択にとどまらず彼らの団結と友情を象徴しています。3人が共通のブランドを選ぶことでファンに対して強い一体感とメッセージを伝えているのです。 アディダスのアイテムを通じて、彼らは個々の個性を尊重しつつも、グループとしての結束力を示しています。このような視覚的な統一感は、ファンにとっても大きな意味を持ちます。特に、彼らのファッション選択が、視聴者に対する一体感を醸成し、強いメッセージ性を持つことがわかります。さらに、この統一感が偶然ではなく、意図的なものである可能性も考えられます。例えば、 アディダスとナンバーアンダーライン愛の間に正式なコラボレーションが存在するのかもしれません。もしそうであれば、今後のプロモーションやイベントでさらなる連携が見られるかもしれません。ファンの間では、すでにこのコラボレーションに対する期待が高まっています。このようなファッションとアーティストの表現が結びつくことで、視覚的にも感情的にも強いインパクトを与えることができます。ファッションは単なる衣装の選択ではなく、 アーティストのメッセージや個性を表現する重要な手段となります。特に若い世代にとっては、ファッションを通じて自己表現することが一般的です。そのため、アーティストがファッションを通じてメッセージを伝えることは非常に効果的な方法と言えるでしょう。また、このような視覚的な統一感は、アーティストのブランド力を強化する効果もあります。アディダスのようなグローバルブランドと連携することで、 ナンバーアンダーライン愛の知名度や信頼性がさらに高まる可能性があります。これはファンにとっても大きな魅力となり、彼らの指示をさらに強固なものにするでしょう。このように、ファッションと音楽の融合は、アーティストの表現の幅を広げるとともに、ファンとのつながりを深める重要な要素となります。アディダスのアイテムを通じて、ナンバーアンダーライン愛のメンバーは自分たちの個性を表現しつつ、 グループとしての一体感を強調しています。これが彼らの魅力の一つであり、ファンに対するメッセージでもあるのです。さらに、今回の MV での衣装選びが、彼らの今後の方向性を示唆している可能性も考えられます。例えば、彼らがスポーティーでありながら、スタイリッシュなイメージを強調し、若い世代に対する影響力をさらに高めていく戦略の一環であるかもしれません。 ファッションと音楽の融合は、アーティストの表現の幅を広げ、ファンとのつながりを深める重要な手段となります。あなたはどう思いますかナンバー・アンダーライン・アイとアディダスのコラボレーションは、単なるファッションの選択にとどまらず、彼らのメッセージやブランド力を強化するための重要な戦略であると感じますかそれとも、偶然の一致に過ぎないと考えますかいずれにしても、 ファンとして彼らの今後の展開に注目し続けることが楽しみですね。これらのアディダスのアイテムは、ナンバーアンダーライン I の MV で見られるように、団結と協力の象徴として選ばれました。彼らの一体感や友情が、ファンの心を打ち、共感を呼び起こしています。また、彼らが着用することで、アディダスの製品がより身近な存在となり、ファンの間で注目を集めることにも成功しました。 しかし、この製品のプロモーション戦略は一部の人々から疑問視されています。なぜナンバーアンダーラインアイが同時期にアディダスの服を着用することになったのか、彼らとアディダスの間に何らかの契約があるのか、その真相については不明な点が多く残っています。一部のファンは、彼らが自発的にアディダスの製品を選んだのか、それともマーケティング戦略の一環として強制されたのか、知りたいと考えています。 また、アディダスの製品は高価なものもあり、多くのファンが購入することが難しい価格帯にあることも指摘されています。ファンが彼らのスタイルやファッションを真似しようとする際には、価格がハードルとなる可能性があります。この点について、アディダスはどのような対策を講じる予定なのか、今後の動向が注目されます。最新の情報や発表を追跡し、ナンバーアンダーライン愛と アディダスの関係についての興味深い詳細を待ちたいと思います。彼らが次にどのような服を着用し、どのようなコラボレーションを行うのか。今後の展開が楽しみです。それでは、あなたはこの問題についてどのように考えますか彼らの衣装選びや製品の価格について、どのような意見をお持ちですかぜひ、あなたの考えを共有してください。